せずエコ生活をめっちゃしていて6年使ったんですね。じゃーん。これがね、こう簡単にできました。やっぱり実用性ですね。皆さんこんにちは、エレナです。今日は、私がこの1年ぐらいの間にこれは買ってよかったっていうものをベスト5で紹介していきたいと思いますので、お付き合いください。はい、では、ベスト5からいきたいと思います。第5位ですね。じゃじゃーん。MacBook Air を新しくしました。実は私すごい物持ちがよくて、まあ物を大切にしたいというかね、使えるものを最後まで使ったり愛着を持って使いたいっていう思いがあって、本当に使えるものは長く使うんですよ。だから私こういう仕事でいろいろねパソコン使うこととかすごい多いから、もうどんどん最新の機種に買い替えてるように思われるかもしれないんですが、実は前の MacBook Air はなんと6年使ったんですね。で、まあさすがにちょっとね最近いろいろ動作が遅くて、これまあ最新の MacBook Air 買ったんですけれども、まあ、何がいいって、まあ、もちろんね性能とかも良くなってるんだけど、動作が早い。で、私ほら配信とかそういう、まあ、ネットを見るいじることが多いから、そのサク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 進んでいかないとちょっとしたストレスになるんですよね。あと動画の処理とかに時間がかかることも、なんかまだ処理に時間かかってるみたいな感じで、まあ、ちょっとこうもどかしい気持ちになってしまうっていたのが、やっぱりね変えると別にそんな外見も中身もそんなに変わらないんだけど、速度が速いことがもう気持ちよくて、あ、これはすごい新しくしてよかったなというふうに思ってます。仕事効率も劇的に上がったかなと思ってます。はい、そして第4位はじゃーん、こちら自制鍋です。何これ普通のお鍋というふうに思うかもしれないですが、まあ形はね別にこれじゃなくていろんなものがあるんですが、自制鍋って、まあ簡単に言うとその遠赤外線効果でお料理をできるお鍋なんですけど、電子レンジを使うんですね。で、ここで一つポイントなのが、私は普段電子レンジを一切使わない生活をしているんです、いたんですね。だからまあ自制鍋とか必要ないっていう感じだったんですけれども、まあなんで使わないかというと、まあ、マイクロウェーブでもともとその食品が持っているものをこう壊してしまうっていうかな、エネルギーも乱してしまったりとかっていうところから、まあ、電子レンジも使わずなるべくそのガスを使うとかね、しているわけなんですけれども、なので、まあ、自制鍋の本来の使い方とはちょっと違う。だから電子レンジを使って遠赤外線のを使ったねお料理がいろいろできるっていう、お料理の幅が広がるっていうのがこれなんですけれども、私は基本はだから電子レンジを使って料理しないんだけれども、この良いところっていうのはその、まあ、マイクロウェーブをカットするとは言っちゃうとちょっと語弊があるんですが、その電磁波の影響を抑えてくれるっていうかな、もうカットする、ちょっとこの辺の表現はすごく難しいところなんですけれども、まあ私はだからねこれを使っても極力は使わないつもりなんです。でもどうしても使いたい、すごい時短したい時とか、例えばうち今犬の介護食とか作ってるんですけれども、どうしてもこの分だけ温めたいっていう時にもう時短でできるじゃないですか。でそういう時にこの中にちっちゃい器を入れてこう温めるとかっていう風にすると、電子レンジを使っても罪悪感がないというか、まあ、そういう意味合いで私はこれを使っているので、ちょっと本来の使い方ではないんですけれども、気になった方はいろいろ調べてみていただくといろんな情報が出てくると思います。はい、まあ、詳しくはいろいろ概要欄に貼っておきます。はい、そして第3位なんですけれども、じゃーん。これ何でしょうか。これめっちゃコンパクトなんですけれども、三脚なんですね。
ほら私今配信するじゃないですか。で、まあ、YouTube もそうなんですけれども、オンラインサロン動画とかは結構その出張先とかなんかこうその辺でいろいろ配信、あとライブとかするときに、これここにまあスマホセットして、まあ、回転してあのめっちゃ伸ばせるんですけど、こんな感じでね。でこれがねコンパクトになるということがポイントで、今までは結構三脚大きい の折りたたんで持ち歩くの大変だったんですけど、もうこれがねこう簡単にできましたこれがあったらもうこれだけ持ち歩いてスーツケースとか、まあ、普通にカバンとかに入れてどこでも配信ができるので、まあ私のような仕事をしている方にはすごくおすすめの一品です。ちなみにこれは Amazon で買いました。はい、そして第2位です。じゃあまたこういうのみたいな、最近買ってよかったものでなかなかおしゃれなものが出なくて申し訳ないんですけど、いやもうね本当にやっぱり実用性ですね。もう買ってよかったものとかでアクセサリーとか服とか私出てこないです。もうこういう生活のものが本当に役立ってる。でこれは何かというと、まあ、ちょっとこれカバーを外してこんな感じなんですが、これは充電式の湯たんぽなんですね。で、まあ、ここから専用のちょっとこう充電をすると結構早く温まるんです。本当に3分ぐらいで、これ中がねちょっとこう液体なんだろう、お水かな、液体が入っていて、ここの液体のお水がこう沸騰というか、まあ、その沸騰まではいかないけどこうブワーッと温められてグツグツなるんですね。でこれをまたここに入れておくと、なんと8時間ぐらいずっと温かいので、私はこれをいつも夜布団に忍ばせて、私寝るとき一切暖房はつけないし、私家でも冬は別にこれエネルギー問題とかで、まあ、その電気節約とかエコーとかなんかそういう以前から私はもうずっとそのエアコンをつけないんですよね。まずエアコンが夏も冬も苦手で、風が出るものって喉が痛くなるから、だから意図せずエコ生活をめっちゃしていて、うち、まあ、家が広い割には電気代とか全然いかなくて、まあなんかあんまりその電気を使ってないんですけれども、でもその中にはやっぱりこういうものを役立ててるっていうのも大きくて、私これ家に2つあるんですけど、まあ、寝る時もそうだし、まあオフィスとかでちょっとこう何デスクワークする時とかにお尻に敷いたりとか、あとはうちワンコも4匹いるんですけど、ワンコたちもこれ大好きで、いつもこれの上にね冬は寝てたりとかして、全然あったかいですし、本当になんか暖房が減ります、まあ、暖房がいらなくてこれだけってことはちょっとないかもしれないけど、まあ、うちは遠赤外線 の風が出ないパネルのヒーターとか、オイルヒーターみたいなのと、あとこれとか、もう本当に普通に冬は遠赤のシートとか毛布みたいなのをくるまったりとかして、まあ、そんな方が私はなんかね健康でいられていいなっていうふうに思ってます。でいいところは、普通こういう充電式ってすぐ冷めちゃったりとか、常に差しっぱなしにしないといけない。でそうすると私はやっぱ電磁波とか気になるんですよね、まあ、さっきの姿勢鍋とかもやっぱちょっと電磁波とかを気にしてっていう感じなんですけど、でもねこれはそういう心配がなくて長く使えて本当におすすめです。はい、そして第1位は、ちょっと今物がないんですけれども、というのもちょっと大きいものなので、ちょっと今からこの辺に表示させようと思いますが、ダイソンの掃除機です。はい、でダイソンの掃除機もたくさんあると思うし、私過去にもダイソン掃除機使ってたことあるんですが、なんかね最新のものは本当にすごいのがあって、もう何ノズルとかをこう付け替えて、こう床にも絨毯にもクッションにも布団にも対応できるみたいな、なんか10万円以上するんですけど、でもそれがあるともうちっちゃいちりぼこりとかも、だから例えば花粉とか、その私ダストアレルギーがあるんですけど、で犬を4匹飼って一緒に寝たりしてると、やっぱりそういうので結構こう時期的にアレルギーっぽい症状が出たりしてたのが、
もうそのダイソンの掃除機使って掃除するようになってから一切なくなったんです。これ私も彼もそうで、だからまあちょっとそういうなんかアレルギーっぽい人とかにもおすすめだし、で私はもしそれだけの理由だったらベスト5に掃除機は入れないんです。でもなんでベスト5に掃除機が入ったかというと、そのダイソンの掃除機を買うことによって、あの彼が一緒に住んでる彼がめちゃくちゃ掃除をしてくれるようになったから、わー買ってよかったって思ったんですね。でそれはなぜかというと、その掃除機は吸ったゴミが全部その数値化されてデジタルで表示されるんですよ。あとなんかね、床をする掃除するあのものに変えた時になんかこう床を照らすブラックライトみたいな光が出て、どこに何があるかが、そう綺麗に見える床なのに照らされると、わーこんなにホコリがみたいなのが分かるようになってて、もう私はそういうのあんま興味ないんですけど、結構男の人ってその理論的に掃除したい人とかにはすごくこうビフォーアフターが分かりやすくておすすめで、で今までは彼全然掃除手伝ってくれなかったから、私もそれにこうやきもきしてたんだけど、その掃除機にしてからなんかこうゲーム感覚でできるみたいで、うわ今日もこんなにあのゴミが取れたっていうのが数値化されるから、なんかそれがね楽しいみたいで、なんかだから買ってよかったなっていう風に思いました。はい、というわけで今日は私がこの1年で買ってよかったものベスト5を紹介させていただいたんですが、めちゃくちゃ実用的なものばかりで、ちょっと申し訳ない気持ちではあるんですけれども、あの何かいいなってものがあったら、あの概要欄に詳細貼っておきますので、別に回しもんでも何でもないんですけれども、純粋におすすめですので、まあ、皆さんの、まあ健康とか、まあ、心と体の健康とか、あとまあ環境とか、あのいろんなプラスの面があるものが多いんじゃないかなと思うので、ぜひよかったら見てみてください。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。